はい、どうも、ほっしーです。今回はですね、心が病んだらやめたい5つのことというテーマでお話していきます。で、私はね、うつ病を経験して回復して、で今はこうやってお仕事できてるんですけど、まあ、今でもね、なんかこうショックなことがあったりとか、まあ、あと仕事がね、立て込んでストレスが溜まったり疲れたりとかってしてくると、やっぱ心はね、病んじゃうことってあるんですよ。まあ、うつ病の経験がないすごい健康な人と比べると、まあ、やっぱ落ち込む頻度ってのはね、まだまだ多いんじゃないかなというふうに思ってます。でそうやって病んでる時ってさ、まあ、いかに早く回復するかってことすごい大事じゃないですか。もう病んでしまうことってのはね、まあ、ある程度しょうがないので、じゃあいかに早くして回復するかなって考えた時に、いろんなことをね、やってきたわけですけど、これはね、やるとむしろ悪化するなとか、余計に病んでいってしまうなってことが経験上ね、いくつか分かってきたことがあるので、まあ、その中でも特にこれ良くないなっていう5つをね、今回はピックアップして紹介していきます。まず1つ目ですね。1つ目は SNS です。 SNS、ただ SNS は発信のみだったら、まあ、OK かなって感じなんですけど、そういうわけにもいかないですよね、普通はね。まあ、私の場合はその仕事も兼ねてやっているので、まあ、発信のみっていうことをすることも可能なんですよ。だけど普通に SNS 使ってる分には、例えば Twitter とかだったらリプライもらったらリプライを返すとかね、誰かの投稿にリプライをするとか、いいねをつけるとかって、ちょっとなんかこう人間関係的にね、やっとかないといけないかなと思ってやってる人って結構多いと思うんですよ。でもまあ、やらなくても別にいいかなっていうところで、もちろんやらなくなると、まあフォロワーさんが減ってしまったりとか、なんかあの人ちょっと調子乗ってるとか言われることはあるかもしれませんけど、でもそのやり取りするのって結構疲れるんですよ、単純に。で、病んでる時ってこう、こっちも構ってちゃんなったりとか、相手に対して傷つくような一言言ってしまったりとかしがちなので、まあ、私はそういう時こそ発信するのみにした方がいいのかなっていうふうに思ってます。こうやって病んでる時に限ってね、なんか変なやつに絡まれたりするんですよね、 SNS って。でしかもこうやって病んでる時に限って、自分の好きな芸能人が亡くなってしまうとかさ、すごい有名な人が自殺してしまうみたいな、なんかそういったショッキングなニュースっていうのはね、飛び込んでくるもんなんですよ。なんかわからんけど、その、ね、病んでる時に限ってそういうことが起きるの、多分みんなも経験あると思うんだけどね。だからこう病んでる時ほど、こう SNS とかそういった情報のまあ遮断力っていうのは大事になってくるんじゃないかなと思います。で2つ目はですね、ネットサーフィンです。ネットサーフィンっていうのは、特に何も目的もなくね、ブラブラと YouTube を徘徊したりとか、ブラブラと、Google で検索をしたりとかね、そういうことです。まあ、私もかなりやってしまいがちなんですけど、まあ、これもね、良くないなと思ってます。でこれもね、さっきとちょっと似たようなとこなんですけど、こんな時に限ってね、悲しいニュースがトップに上がってきたりするんですよ。それとか、自分の将来がなんか不安になるような情報が出てくるとかね、まあ、例えば最近だとそのコロナウイルスとかのね、話とかっていうのも、何かとね、ほら、新しい変異種が出ましたとかさ、これから先、そんなんだろう、ワクチンが効かなかったとか、ワクチンの副作用が出ましたとかね、そういったニュースってのはたくさん出てくると思うんですよ。でもそれってさ、見たところで、まあ、不安になるだけなんですよね。実際自分に起きるかどうかっていうのはもちろんわからないし、こういうのってね、起きた時に考えるしかないんですよ。で、実際起きたとしても自分でどうにもできないじゃん。仮に副作用が起きましたとか、コロナにかかりましたって言った時にさ、自分でなんか、つってこう、気合で治すかって言ったらそうじゃなくて、病院の先生にね、いろいろアドバイスもらったりとか、なんか必要な治療を施してもらったりとかってするので、結局専門家に任せる以外ないんですよね。だから私はなんかそういうのって別に情報を見る必要ないなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、でもそう言うとさ、いやでも星さん、情報見なくていいって今言いましたけど、必要な情報をね、得できなくなるんじゃないかって怖さがあるんですと。本当に大事な情報を見逃してしまって自分が損するんじゃないかって怖さがありますという人もね、たくさんいると思います。まあ、私もね、その気持ちはね、すごいわかるけど、まあ、私の経験上、その本当に大事なニュースとか本当に必要なニュースっていうのは誰かから勝手に入ってくるんですよ。こっちが別に求めてないのにね。例えば両親とかが LINE してきたりとか、リアルの友達がね、これやばくねみたいな感じで LINE してきたりとか、そういう感じでなったりするので、例えば緊急事態宣言が出ましたみたいな話っていうのもさ、もうありとあらゆる手段を使って国民に知らせようとするじゃないですか。ネットだけじゃない、テレビ、新聞、ラジオとかもそうかもしれない。本当にありとあらゆる手段でこっちに呼びかけてくるので、まあ心配しなくてもそういった情報は入ってくるんじゃないかなって私は思ってます。病んでる時にネットサーフィンすると、ネガティブな情報を自分で調べてしまいがちなんですよ。これなんかわからんけど、まあみんなも経験あると思うんだけど、なんかわからんけど、まあ、例えば人間関係で嫌なことありましたとかっていう時に、ポジティブな解決方法を探すとかじゃなくて、より破滅的なね、人間関係がダメになって仕事がクビになるんじゃないかみたいな、そういった方向になんか考えてしまいがちなんですよね。これ不思議なことにね、病めば病むほどそういったネガティブな情報に吸い寄せられていくっていうのはあると思います。
で、私もその病んでる時に限ってね、破滅的な結論を望んでしまうので、まあ、そういう時こそやっぱりこう情報を遮断しようっていう風にね、普段から意識しております。で、3つ目はですね、間食ですね。おやつとかの間食です。これはね、単純にね、食べて太って後悔するからですね。まだ年齢がね、20代とか10代ですっていう人だったら、間食とかしてもね、そんなに太らないと思うし、そんなに変わらないと思うんですけど、私みたいに30超えてね、基礎代謝が下がってくると、運動しないと体型維持できないって感じになっちゃうんですよ。で、食べれば食べるほど、もう本当に太っていくんですよね。お腹すごいことになるんですよ、本当に。もう今まで見たことないぐらい腹出てくるんで、この太ることによるなんか、後悔とか、自分を責めてしまう感じっていうのは、結構ダメージくるんですよね。それになんかこう、人からどう見られるかなっていう怖さもあるじゃないですか。あいつなんか年取って腹出てきたなとかってやっぱ思われるのも嫌だし、なんかこうお腹が出てるっていうのはなんか自堕落な印象を与えますよね、他人に対して。まあ、そこまで気にしてないといえば気にしてないんですけど、周りの人はね。でもなんか自分はこう勝手に気にしてしまうというところがあるので、まあ良くないなというふうに思います。女性の方とかだったら結構共感してもらえるかなと思うのが、おやつとかね、チョコレートとかポテチとかそうですけど、肌荒れするんですよ、肌荒れ。まあ私は男性なので、まあ、肌荒れって別にそんな気にしなくても良くないっていう風に思うといえば思うんですけど、ただね、私その YouTuber なので、カメラの前に立って喋る、立ってるというか座ってるけど、喋る人間なんですよ、一応ね。とか言うとなんかちょっと偉そうで、なんか、お前その顔でなんか顔のこと気にしてんじゃねえよとかって言われるかもしんないけど、でも、別にね、ブサイクとかイケメンとかとりあえず一旦置いとくにしても、なんか不潔な印象を与えるとなると、ちょっとまあ見てる人も不快かなというふうに思うので、できるだけやっぱ綺麗にはしておきたいなというふうには思ってるんですね。なので病んでる時にね、私もそのチョコレートとかポテチとかなんかやたら食べちゃうんですけど、まあ、これは本当に気をつけないといけないなというふうに思ってます。 Twitter とかでね、意見募集してみると、病んでる時に限って甘いもの食べたくなるっていうのはやっぱみんなあるみたいですよ。はい。4つ目はですね、引きこもりですね。引きこもり、太陽の光をね、浴びてない状態だと余計に病んでいくんですよ。やっぱり病んでる時ってセロトニンが不足してる状態であることが結構多いなと思うので、まあ多いなと思うのでって、まあ、おかしな話だけど、まあ、やっぱ落ち込むっていうのはセロトニン不足が原因だってよく言われてるじゃないですか。で、うつ病の薬とかもね、セロトニンを増やす薬っていうのが非常に多いので、まあ、もちろんこの話をするとね、いやいやセロトニンが不足してるっていうのは仮説の段階だからっていう批判がね、まあ、あったりはするんですけど、まあ、それはそれにしても今現状ではやっぱそういう風になってるじゃないですか。で、しかも朝散歩とかして太陽の光を浴びてね、セロトニンが増えるとメンタルの状態安定するよねっていうのは結構みんな思ってることなので、まあ、やっぱりね、こう太陽の光を浴びるっていうのはめちゃくちゃ大事かなというふうに私は思ってます。外に出るっていうのはさ、やっぱり目に入ってくるものがこう自然とか綺麗な空だったりとかね、そういう感じで心がやっぱ現れるんですよね。なんかこう開放的になるというか、やっぱり単純にこう物理的にさ、家の中っていうのはすごい狭いじゃないですか。どんだけ広い家でも開放感ってのないわけですよ。なんかこうギュッてしてるから、まあ、我々もその動物なので、基本的に動物はやっぱ外にいた方がね、自然な感じなのかもしれないですよ。だから外にいる方がなんとなくこう心がね、晴れやかになるっていうのは気はしますね。まあ、私は陰キャで引きこもりタイプですけど、それでもやっぱり一人で外に出てるとね、なんかちょっと気持ちいいなって思える瞬間があるので、まあこういうのは大事にした方がいいかなと思いますね。で、実際私もその精神科の主治医の先生に、外に出るようにしてくださいとか、自然に触れてくださいねってことは本当によく言われてるので、まあ専門家の先生もそういうふうに言ってるので、まあおそらく大事なことなんだろうなというふうに思います。最後5つ目ですね。これはね、昼夜逆転ですね。昼夜が逆転するとやっぱり太陽の光浴びれないから病んでしまったりとか、昼夜逆転してること自体に病むってありません？なんかうわー、なんかいくら病んで眠れないとかさ、いろいろ考えて朝まで起きてたとはいえ、こんな生活リズムなんて本当にダメな人間だっていう風に思う人結構多いんじゃないかなって思うんですよね。私もそう思うんですよ。これはね、なんか多分育てられ方の問題ともあると思うんですよね。親に結構言われてきたんですよ、中学校とか高校の時とかも。生活リズムをちゃんと守りなさいとか、なんか社会人になったらちゃんと働けんよとかね、いい年してなんか生活リズムを守れんとかどうのこうのっていう風に言われてきたので、まあもう30でさ、自分の生活リズムぐらい別にずれたって問題ないわけですよ。しかも私の場合、その会社の経営とか仕事でやってるので、時給労働じゃないんですよね。だから朝8時から5時半まで働いてくださいねみたいな、そういう感じじゃないので、だから別に関係ないんですよ、昼夜逆転しようが関係ないんだけど、でもそれでもやっぱりそういう育てられ方をしてるからか分かんないけど、なんかこんなんじゃダメだって思っちゃうんですね。で、意外となんかそういう人って多いんじゃないかなって思ってるので、昼夜逆転するとやっぱ病む
余計病んでいくっていうのはありますよね。まあ、あとその、まあ、普通に人間の生活リズム的に昼夜明けてっていうのは良くないって言われているので、まあ、もちろん夜型の人間とかもいるのでね、一概には言えないと思うんですけど、生活全般にやっぱ影響って出ますよね。まあ、あとよく言われてるのが昼夜逆転すると太るみたいな話もあったりするので、まあそういう情報があるからこそ余計に病むかもしれないんですけどね。はい、という感じで5つですね、SNS、ネットサーフィン、間食、引きこもり、昼夜逆転という5つでした。この5つっていうのはね、むしろその病んでる時に限ってやっちゃうんですよ。で、病んでる時に限ってこう多めにやってしまうからこそですね、これやると余計にね、奈落の底に落ちていくんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。まあ、結局その精神的に病んでる時とか心のすごい元気がない時っていうのは何が大事かっていうと、自分で自分を責めないことがすごい大事だと私は思ってるんですよ。まあ、今こんな状態だけど別にだからといって自分に価値がないわけではないし、まあ、そもそも人間としての価値って何なのみたいな話になってくるとさ、別にみんな価値ないよねっていう話になるんですよ。別に特別な人間なんていないわけですよ。みんな一般ピーポーなわけですよ。って考えると別に自分だけが特別ダメなわけじゃないとっていうふうに思えることが大事なんですね。で、その自分の肯定感を守るっていう意味において、まあ、この5つっていうのは邪魔してくるわけですよ。まあ、特に SNS とか分かりやすいですよね。自分は今すごいダメな状態だっていう時に、例えば自分と同い年のさ、あの人が金メダル取りましたとかさ、同い年の人がノーベル賞取りましたとかさ、なんかそういったこうポジティブなニュースなんだけど、うわ、なんか同じぐらいの年齢、まあ、もしくは年齢下でもいいんですけど、あの年下なのにとか、同じぐらいの年齢なのに、あの自分とは全然違う世界の人だなっていうふうに思ったりするんですよね。するんだけど、まあ、でもそんな関係ないじゃないですか。別に自分の生活と関係ないし、そしてね、もっと突き詰めて考えてみると、例えばじゃあノーベル賞取りましたとか、あの金メダル取りましたっていう人でも、すげえ周りから嫌われてるとか、奥さん逃げちゃいましたとか、旦那さん逃げちゃいましたとか、もうなんかあの借金すごい背負ってますとか、もうすぐ裁判ですとかね、あのそういうことって割とね往々にしてあるんですよね。で、総合的に判断してみると、意外とね、なんか自分の方が幸せなんじゃないかなみたいな、そういうことって思えたりするんですよ。まあ、確かに金ないし、あの仕事も今してないけど、まあ、別に裁判起こされたりしてないしなとか、まあ、友達おらんちゃおらんけど別にめちゃくちゃ嫌われてるっていうわけでもないしなみたいな、でそういうことって結構あるんですよね。だからお金持ってるとか有名だから幸せなのかっていうと、もちろんそういうわけではないので、自己肯定感っていうのを下げすぎないっていうことをね、意識して生活していってもらえると嬉しいなというふうに思います。だから今もしあなたがね病んでるんだったら、この5つやってないかなっていうことはね、チェックしてみてほしいなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。